堀江貴文と竹内哲弘の300ヤード飛ばしちゃってもいいんですか。やっぱりこうちょっと膝がこう動くわけですわ。わかりますか。じゃあ僕がツイストをお見せします。足は逆に動くわけなんで、やっちゃうぜ。手からターンするといい感じで入ってるわけですね。じゃあ寒い、雨、完璧じゃないですか。完璧なゴルフ日和ですね。完璧です、はい。まあ、今日レッスン終わりましたけども、はい、どうでしょうか。いや、今日のレッスン超良かった。今日のってどうですか。いやいや、ごめんごめん。いつもいいんだけど、いつもより良かった。ありがとうございます。本当に。やっぱ傘ですか。はい。まあ傘がうまくまとまりましたけど、今日いくつかね、はい、注意しなきゃいけないところを教わりました。まあ膝たとか、まあいろいろなこと僕も言ったんですけども、まあ結局あれなんですよね。このインパクトに全ての力を集中させるっていうのが最終目標なので、うん、まあ本当にクラブフェースっていうのは当たり負けをすると、うん、この当たり負けするフェースをまっすぐ力強く当てたいっていうことで、手を返すとか、うん、膝を踏ん張るだとかっていう、うん、まあ全部つながるんですけども、うん、最終的には傘みたいな大きなものをくるくるくるっと回しながら当てることによって、うん、フェースのローテーションが簡単、また、簡単プラス強くなるってことなので、うん、もうその2つだけ分かれば、はい、バンバン300ヤード飛ぶようになると思います。はい、じゃあちょっとやってみますね。お願いします。今日の寒いな。おさらいね。傘、はい、もうまっすぐ傘を持って素振りをするイメージで、なんか絶対にこう空気を入れないように下へ下へ。できちゃう男は違うんですね。できちゃう男は違うんですね。行きましたか。もうバンバンですわ。バン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 です。おお、よかった、よかったね。別人ぐらい素晴らしいです。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい、行きましょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いいですね。やっぱすごいな。やっぱ本当にヘッドこうここに。いやでもあの傘理論超いい。